はい、どうもおはようございます。2021年11月の15日、漁期開始ということで早速池にやってきました。6時30分の夜明けに池に来る予定でしたが、完全に寝坊をしてしまって7時過ぎです。カモ結構いますね。右と左にそれぞれの群れがおるなぁ。これは結構カモいますね。ちょっと観察してるんですが、右にはですね、非狩猟鳥獣のオシドリの群れがいますね。ちょっと拡大してみましょうか。全然わからんな。双眼鏡だったらめっちゃ見えるんだけど、全く見えんな。カメラだったらちょっと画質が悪いかもしれん。とりあえず左の方の群れを撃っていこう。今ちょうどカモの群れが2つ重なって撃ってね。これ真ん中で2つ群れが分かれてるの分かるかな。これ今徐々に離れていってるから、チャンスがもうすぐ巡ってくるかもしれん。右に離れていってるのがオシドリの群れですね。左に行ってるのがホシハジロの群れがおる。このまま行けばチャンスがこちらに回ってくる。撃つことができます。もうしばらく様子を見て、撃てる時に撃っていこう。今この距離を離れているので、今撃ったとしてもオシドリには完全に流れ弾は当たらない。しばらく観察してたら、オシドリは完全に向こうに引っ込んだ。今左にいるのはホシハジロだけなんで、今なら撃てる。このまま様子を見ていてもホシハジロの群れが少しずつまた右に近づいていってるから、撃つなら今しかないな。このチャンス逃したらまた群れが右にくっついていくしか今からない。行こう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 、撃とう。落ちましたね、ホシハジロ。ホシハジロ回収してきました。軽く血抜きをしてから次の池に行きます。このホシハジロちゃんは3発で仕留めることができました。残り2つの青い薬莢は誰かが捨ててたゴミですね。回収していきます。2つ目の池に来ました。池にいるよりも歩いてる時間の方が長いからな、カモリョ。ここにいるのは残念ながらオシドリちゃんです。うん、バッチリ撃てない子たちが泳いでます。わかりやすくオシドリのオスとメスの頭蓋ですね。名前の通り仲良く泳いでるわ。うん、わかりやすいオシドリのオスの色をしてます。バレないようにこそっと顔出したんだけど、完全にバレとる。あれはオシドリ。というわけでこの池で狩猟することができないんで、次の池に行こう。3つ目の池、カモの気配はするんだけど、目で見る限りにはカモの姿は見当たりません。完全に警戒しとるから、もう中に引っ込んどるかもしれんな。これ多分ね、奥の方の木の木陰におるんよ。このパターンは遠くの方で望遠鏡で見てから判別して撃つしかなさそう。これはこのカメラのレンズでは映んないでしょう。この奥の方にね、いるんですよ。一番右奥の方の木の木陰の隅っこに。肉眼だったら見えるんだけども、これカメラでは全く映ってない。カモはね、いきなり高い高度へ飛び立つことができないので、加速がいるので、だいたい池の周りを1周か2周をして、こちら側広い方にね、絶対飛び立ってくるんで、そこを狙って撃って、土手に落ちるのを狙います。おった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 。小ガモだ、小ガモ、小ガモ。落ちたけど、ヤブの中に落ちていった。これはヤブの中をさまようパティンなのよ。はい、というわけでこれからこのヤブの中を、落ちた場所をだいたい予測をつけながら探すわけだが、ここが急斜面なんよな。ヤブまで降りてきたけど、目視で見る限りにはどこにもいねえ。だいたいこの辺りに落ちたはずなんだけど、全くわからない。カモがね、保護色だからやっぱわかりづらいんよね。とりあえず4つ目の池に行きました。さっきはカモ回収できましたよ。かれこれ1時間ぐらい藪の中をさまよってようやく見つけることができました。火もね、すっかり上がってきたんで、だいぶ暑い。カモおるかな。カモいんね。この池にはカモはいない。というわけで腹減ったし帰ろうか。カモ鍋行こう、カモ鍋。というわけで今日の漁はおしまい。帰ってカモ鍋にします。こんだけ苦労して上がってきてカモゼロです。というわけで帰ってきました。今日の収穫カモ2匹です。これを今日カモ鍋にして食べていくよ。
毛をむしる作業はちょっと毛が飛び散るんで外でしてきました。なんである程度もう見たことあるお肉の形になってるんだけども血みどろ注意です。左のちょっと大きい方が星葉白のオスで、右のちっちゃい方が子ガモのメスです。皮で洗ってきたんだけども、まだちょっとやっぱり血がたくさん残ってるし毛もついてんな。ちょっともう一回洗おうか。とりあえず洗い終わったんで子ガモの方からさばいていこう。カモって結構スーパーで売ってるでしょ。売ってるけど見るお肉って全部同じ形してると思う。あれね、カモの胸肉だけで他の部分ほとんど食べる場所がないから食べれないのよね。でもね、今日は全部の部分をバラして焼肉とカモ鍋にして食べていきます。まだちょっと毛が残ってるわ。産毛わかるかな、この鳥肌っていうんですか、ブチブチしてる。うん、金玉。表面の毛の処理が終わった。もうキリがないこれ。気にしてたらいつまでもやってるし、皮がどんどん縮んでいく。これね、少しぐらい毛残ってても別に大丈夫っちゃ大丈夫なんで、まあもうこのまま行くわ。めんどくさい、もうこれ。このままやっても、ラチが開かない。とりあえずは手羽先から取っていこう。手羽先っていうかもう完全に手羽元なんだけども、手羽先がね、カモの場合全く肉がないんで食べる場所がありません。なので手羽元、この部分の多少のお肉を狙っていきます。カモ肉って言ってもやっぱり食べる部分が胸肉しかなくて、他の部分はほとんどね食べる部分がないから出回ることもないですし、まあね売ってることもないんだろうと思うけども、今回は全部の肉を食べるためにバラしていきます。次にもも肉ですね。もも肉両足あるんですが、大きさとしてはかなり小さいです。鶏と比べたら大きさがもう小さいのがわかると思います。片手に収まるぐらいのサイズしかありません。鶏ってね、手羽先、手羽元、もも肉、胸肉、ささみといっぱいあるんですけども、カモ肉って言ったら胸肉しか売ってないでしょ。他の部分が全く出回ってないっていうか見ることがありませんよね。それだけ食べる部分が少ないですし、硬くて食べることができません。次にカモのメインの部分ですね、胸肉を剥がしていきます。胸肉はねできる限り大きく取りたいので、綺麗に剥がしていきます。骨に沿って剥がしていけば筋肉を傷つけることなく全て綺麗に剥がすことができるので、細かく作業をしていきます。できる限り大きい肉を確保したいんですけども、やっぱりカモね、この時期はまだ脂がそんなに乗っていないですね。赤身って言って完全に赤身ばかりです。片方が取れたのでもう片方も剥がしていきます。結構ね今回大きめで、でここに弾丸も入っていなかったんで食べれる部分も多そうですね。両側が取れました。で胸肉の下に隠れているこの薄い小さい部分なんですけども、これが鶏でいうささみの部分ですね。ささみちっちゃいな、全く大きさ的にはわからない。ささみっぽい色もしないですし、真っ赤ですよね。完全な赤身です。ささみちっちぇー、もう小指の先ぐらいしかない。で、お尻のところのぼんじりを切り取って、これ食べれるのかな？なんかめちゃくちゃ硬いし、骨あるし、なんか微妙だな。とりあえずは全ての部分を切り取って、柄の部分も今日はね、これ出汁を取ろうと思って使います。鴨鍋なんで鴨で出汁を取って、それで鍋を作るつもりです。なんで、いらない血合いっていうんですか、血の部分ですとか内臓は全て綺麗に取っていきます。砂肝が取れました。これも食べますよ。で、あと食える部分どこかないかなと思って探してるんですけども、もう全てね、ほとんどの部分は取ってしまったんで、あとは内臓残っているところを引っ張り出しておしまいですね。食道からどんぐりが出てきた。とりあえずカモ2匹の分解が終了。いやー苦労した。右が星葉白、左が子ガモです。この部分が胸肉、一番カモで売ってる部分でね、スーパーでよく見る部分で、これが手羽元ですね。あんまり食べる部分がない、ちっちゃい親指の先っちょぐらいしかない。でこれがもも肉、もも肉もやっぱりちっちゃいね。でこれが砂肝ですね。こうやって2つ合わさって入ってます。中に土がいっぱい入ってて擦り合わしている部分ですね。こっちはちょっと大きめ。このね砂肝に関しては鶏と大きさがあまり変わらない。でこれがハツ、心臓ですね。でこれがささみで、これが肝臓。肝臓に関しても鶏とあまり大きさ変わらないのかな、よくわからない。で柄もそれぞれ使います。で星葉白の方の肝臓はねちょっと状態が良くなかったんで使うことができませんでした。なんで今回食べる部分はこの今映ってるこの部分だけを全て食べていこうと思います。あと少し食べれるようにね切ったり、細かく下処理をしようと思います。胸肉に関しては薄くスライスしたいんで、冷凍庫で半冷凍をしてスライスしやすいようにします。今日のメイン、鴨鍋の準備します。土鍋を用意してここに火をつけます。よし、ファイヤー。しばらく置いといて水を沸騰させて、沸騰したところに柄を入れます。柄に関しては1匹分だけの柄にすることにしました。もう1匹はねちょっと状態が悪くて血だらけだったんでやめました。こっちの方がね子ガモの方が綺麗だったんで子ガモで出汁を取ることにしました。いやアク結構出るな。
アクを取りつつ弱火でクツクツ煮込んでいくんですけど、臭みはねやっぱり天然っていうか自然に生きてるもんなんでだいぶあるな。臭み消しも入れてきます。生姜とニンニクを入れて弱火でクツクツ、あとは煮立てたいと思います。しばらく蓋をして様子を見ていきましょう。出汁を取ってる間に鴨焼き鳥、焼肉の準備しましょう。これね、砂肝切ってるんだけども、鶏に比べてちょっと柔らかい気がするな。歯ごたえ自体はどうなんでしょう。一応砂肝らしいサクサクとした感じには切れているんで、まあまあいいでしょう。一応ね、味の食べ比べということで、右側には干し恥ろ、左側には小鴨、そういう感じで並べていきます。続いてハツを切っていきましょう。ハツは真ん中をねピッて切って、中に血が入ってないことが確認できればいいんで、それでよしです。干し恥の砂肝でけえ、そしてレバーでもも肉を並べて、小鴨の方はほとんど並べ終わりました。あとはぼんじりを切って干し恥の方をちょっと並べたら終了。そんな感じかな。とりあえず鶏の焼肉完成。完成ではないか、お肉を並べました。そうこうしてる間に鴨の出汁が取れたので、あとは鍋の準備に取り掛かります。とりあえずガラ取って、臭み消しのネギと生姜といろいろ取って、あとはねほぼほぼ完成なので具材をぶち込んで終了。鴨焼き鳥の準備、炙り屋の準備もできました。そして鍋の準備も完成です。鴨ネギっていう言葉があるように、鴨とネギの相性はめちゃくちゃいいらしい。ネギを焦がして入れたらめっちゃうまいって書いてあったから、そういう風にします。鴨はねもうあらかじめ底の方に入れてクツクツと煮て、少しでもお肉が柔らかくなるように時間を立てて煮込んでいます。完成です。小鴨ちゃんと干し恥ちゃんに感謝していただきます。鴨鍋がいい具合にできてきたので、お肉を食べていきましょう。こちらがですね、小鴨の方、小鴨の胸肉です。どんな味だろう、小鴨食べたことないからね。いや鍋の香り自体はめちゃくちゃいいわ。醤油の香りがすごいいい。小鴨いただきます。あ、やっぱりめちゃくちゃ硬い自然のお肉という感じで、ジビエっていう感じの硬さしてますね。あ、買ってえわこれ、めちゃくちゃ硬い。血なまぐささっていうのはないんで、比較的食べやすい方に入ると思うけど、硬さはめちゃくちゃ硬いな。次に焼肉いきましょう。これ小鴨の手羽元っていうか手のお肉いただきます。いやこれめちゃくちゃ硬いぞ。胸肉の火にならんぐらい硬え。なんだこれ。いや皮がゴムみたいで一切噛み切ることができねえ。変わって、なんだこれは、硬すぎるわ。とりあえず食べることはできるんですよね、お肉の部分は。ただ硬すぎて皮がどうにもこうにもならない。やっぱりね、ちょっと野生の獣臭っていうのはどうしてもするな。これだけはなくならんな。なんだ硬え。めちゃくちゃ顎が鍛えられる。やばい、少量しか食べてないのにもうすごい咀嚼回数がえげつないぐらい硬いわ。次に干し恥の手いこうか。いい感じに焼けてる。見た感じはねめちゃくちゃうまそうでしょ、これ。いい感じ。いただきます。買って、いやちょっと待って、これこんなに硬いの。まだちょっとなんか赤い気するし、皮があまりにも硬すぎて歯が食い込んでキュッ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 、こんなんある？このキュッ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 してる音は歯が皮に食い込んでから一切噛み切れない、噛みちぎれない音をしてるからね、これ。次、干し恥のもも肉。やべ、一切歯が立たないとはまさにこのこと。いや皮硬いね。中のお肉は食べれるんだけど、表面の皮付きで焼いたら一切皮を噛みちぎることができない、皮を貫通することができない。なんで食べるとしたら皮むいて焼いた方がいいかもしれん、これ。皮が硬すぎる。いやゴムとはまさにこのことよ。
いや、硬すぎるでしょう。ももの部分。やばいわ。はい、これ、ハツ、心臓。こっちが、子ガモの心臓。いや、意外に柔らかいな、心臓。柔らかいな。ちょっと、やっぱり血生臭いっていうか、獣臭はする。星ハジロの心臓もちょっと行ってみよっか。食えるかな、これ。大丈夫？いただきます。星ハジロの方がまだ獣臭さは少なくて柔らかくて美味しいな。なんかちょっと赤い。赤かった。でもね、味はうまい。普通に食える、これは。あ、これ美味しいわ。ありあり。これ、焼いてだいぶちっちゃくなったけど、子ガモの肝臓、肝です。めっちゃちっちゃくなったな。食えるかな？大丈夫？これ。いただきます。まずこれ、いやこれめちゃくちゃ苦いやん、やばい、まず、いや肝はあまり食べるのにおすすめしないね、あんまり美味しくない、まずこれ、あー申し訳ないけどこれはちょっと無理だわ。というわけでね、鴨肉食べるならやっぱり胸肉が一番うまくて鍋が一番合うことが分かりました。ご視聴ありがとうございました。